このチャンネルでは2018年に中国は分裂崩壊すると予測してきたがそれが現実になりそうである中国の崩壊のシナリオはいくつかあると予測してきた中国の経済崩壊によって中国の各地での民衆のデモが拡大し中国共産党が崩壊するシナリオ人民解放軍のクーデターによる中国共産党が崩壊するシナリオ 米朝回戦をきっかけにした中国北東部の軍区の放棄が中国全土に広がり中国が軍区ごとに独立宣言をして分裂するシナリオそして第4のシナリオによる中国の分裂崩壊米国は中国に対して貿易戦争を仕掛けた米国が中国製品に次々と25%の関税をかけた それに対して中国も米国製品に対して報復の関税をかけたこの貿易戦争はどこまでエスカレートするのかこの貿易戦争のいくつく先は中国経済の崩壊である米国は本気で中国を潰すつもりだ中国が国の形として存在しているのは経済が表向きには発展しているように見せているからである 中国の経済発展が止まり、経済崩壊が起こることは、中国と中国共産党の崩壊を意味する。第4のシナリオは、現実味を帯びてきた。中国の経済崩壊から、人民解放軍による巨大なデモが、中国の各地で起こり、それが軍事クーデターに発展し、中国共産党は崩壊する。すでに中国は 経済的に疲弊していて人民解放軍の兵士には十分な給与が与えられず不満が蔓延している不満を持った人民解放軍の兵士が中国の各地でデモを起こしているが日本では報道されない中国崩壊の第四のシナリオは極めて現実的で目の前に迫っている中国の在留邦人は 中国が崩壊する前に中国を脱出するべき最後までご視聴いただきありがとうございましたチャンネル登録お願いします